なんだ、あいつは。 なんだ、あれは。 悪いな。こいつが出てきたってことはアイゼン様がもう待てなくなっちまったってことだ。 終わりだ。本当に待てや。久しぶりやな。 なんや、えらい懐かしい顔が揃ってるやないの。なんだ、あいつら。あれは平子真治。久しぶりのご対面や。13体の中に挨拶しときたい相手がおるやついてるか。 うるさいな、ヒヨリ。俺は別にいいぜ。僕もいいよ。私は13体にはいません。わあ、どこ行くねん、リサ。ほな、俺も総隊長さんとこ挨拶してくるえ。わあ、待てこら、シンジ。恨みを晴らしに来よったか。アイゼンにね。 あんたのことは別にや。平子真治。ね。今はお主らを味方と考えてよいのかの。あかんわ。黒崎一護か。やっと戻ってきたね。 なんやもううるさい子やな。緊張感台無しやん。行くで。マシロキー。
あっちのでけえやつてめえにやるから、ごちゃごちゃ言うな。あっちの、でかいの？やったー！天性大好き！イエーイ！時間切れになる前に一度仮面取って付け直しとけ。ブー、ケンセバックで。マシロ。シロだ。だから分かってるって。どうだ。はい。いや。ガキに加減できる大人じゃねえぞ。寝てろ。俺はあいつをぶん殴ってくる。天聖、てめえが俺の忠告聞かなかったからそうなったんだろうな。俺は調子に乗ってるガキにちょっとげんこつ食らわしてやるだけだ。覚悟はいいか。挽回鉄拳立ち風。